1カメよし、2カメよし、それでは行ってみましょう。 Everything I can is real. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ということでですね、今日は久々に DTM 動画をやっていこうかなというふうに思っております。はい、非常に久々ですね。前回の動画でですね、あの僕 MacBook Pro がね、今まで使っていた MacBook Pro がちょっと調子悪くなってしまったので iMac をね、購入しましたという動画を上げました。はい、でですね、まあようやくね、まあ、iMac を使った、デスクトップのね、環境がようやくね、こう整いつつあり、それで僕もこの環境に慣れてきたので、このようにね、カメラをね、またセッティングして、まあ、動画を作っていこうかなというふうに思っております。はい、でですね、今日はね、ソニーの ZV-1 1カメ、そしてパナソニックの GX8 2カメって感じでね、2台のカメラを使って撮っていくんですけども、はい、エブルトンプッシュ2とね、エブルトンライブをね、今日は使って簡単なね、ビートメイキングしていこうかなというふうに思ってます。音源もエブルトンライブ10のスイートのバージョンに入っているね、もともとの音源を利用してプッシュを叩いて軽くね、まあリハビリっていう感じではないですけども、そんな感じでね、あのビートをメイキングしていこうと思います。はい、で全然関係ないですけどね、これずっとプッシュにね、いつもかけてる、これ坂本龍馬のね、手ぬぐいなんですけど、これはね、僕昔3歳ぐらいか4歳ぐらいの時に神奈川県から競馬を飛ばしてね、かっ飛ばして高知県まで行った時に購入したものですね。坂本龍馬の一時すごいファンでですね、あの歴史の勉強、僕もともと日本史が好きだったりするんですけど、その時にね、あの坂本龍馬に憧れた時もありましてね、その時に購入したものですね。ちょっと全然関係ない話なんですけどね、挟ましてもらいました。それでは今日ビートメイキングねしていこうと思います。行ってみましょう。チェキチェキ。エイブルトンライブ10はですね、すごくてですね、このように今ね、この開いたところ、ドラムっていうパターンをね、開いてるんですけど、もうすでに、このようにね、こういった感じで、もう無数にね、もう無数っていうか、もう膨大、こんなにですよ。こんなに、まあ、こんな早回しでスクロールしてて、こんな下まで行くぐらい、ね、音源が豊富に入ってますんで、この音源を使えば、もうほんと簡単にね、ビートメイキングができてしまうっていうのが、まあ一つの売りでもあるんですね。で、今回は、この中からですね、一つ、ね、僕が選んだのが、どれだっけな、どれだっけな、ちょっと待ってな、これ今日はね、このアーリーカットキット、これね、はい、これをね使って今日ビートメイキングをしていこうと思います。はい、はい、それではね、早速打ち込みをしていこうと思います。こんな感じのね、音入ってます。はい、はい、このようなね、音を使って打ち込んでいきます。
OKOKOK こんな感じのねビートできました。 Yep、 Yo 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 Woo はい、というわけでね、このね音をね基準にして、まずはこいつコピーしてペーストで、今上音入れたところをちょっとカットしていきます。こんな感じでカットします。はい、でそうすると、はい、これドラムだけのパターンになりましたね。これでまあバースを作っていって、ここをイントロとねサビにする感じで、はい、であとはちょっとコンタクトのね中からベース音ね、みたいな、みたいな感じでベース音を用意してますので、これをうまいこと合わせてなんかかっこいいのできたらなと思ってます。ではやっていきましょう。ドゥ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 ダンラランラン、これでいこう。ドゥ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 ダンラランラン、したら、このね、あ、これオートキーね、オートキーはこれキーをね、あのアンタラスの、アプリで、まあ、キーをね自動でこう、この楽曲のキーはこんな感じですよっていうのを読み取ってくれるものですね。これ C マイナーって出てますね。だからこの曲はまあ C マイナーなのかなっていう感じですね。実際本当にこれは C マイナーなのかどうかっていうのは、僕ちょっと音楽理論がそこまで詳しい人間ではないので、恥ずかしながら、まあ勉強中ではあるんですけども、まあ、あのこうコンピューターでは C マイナーっていう風に出てるので、これはね、あの何かっていうと、あーとですね、このオートチューン、オートチューンを使うときにね、まあこれ今歌入れはしませんけど、これオートチューンありますね。このオートチューンを使うときに、これをね、あのオートチューンにもセンドしてくれるわけですね。このセンドオートチューンっていうのをね、そうするともうこれ自動でもうね、もうこう C マイナー、キー C マイナーですよっていう風にもうこう導いてくれるものですね。はい。なのでこれでマイクを入れて歌ったときに、もう C マイナーのいい感じのね、あのキーをねこう合わせてくれるというね、やつで検出してくれるものがオートキーってやつですね。なのでこの曲は C マイナーなのかなっていう感じですね。はい、です。で今ベースライン入れました。こんな感じですね。はい、で今ねやろうとしたことはね、これ必ずやっといた方がいいかなっていうやつなんですけど、これはマスターに、マスターにね、これリミッター必ずね入れといた方がいいですね。それ音割れ防止になりますので、はい、リミッター入れて、はい、ここは緑になりましたね。音割れ防止で、うん、まあ若干のね音のバランスっていうのはね、今ここでは、ちょっとなかなか合わせないんですけども、ですね、このあとこの2バースのとこね、ここから入ってで、うんうん、チェケラチェケラチェケラ、
はい、この次ね。な感じでね、ちょっとどういう感じにしようかな。で、今打ったやつっていうのはね、こう今適当に打ったやつなんですけど、それはこのエイブルトンライブ、すごいこれすごいいい機能で、これキャプチャーっていうね、ここのわかりますか、今矢印ここありますね、矢印のここの部分をこうやって押すと今演奏したやつを記録しといてくれてるんですね。ね、じゃあこれが気に入ってよかったなってなった場合は、これ右クリックしてクリップをクロップすれば、これこういう風にね、うん、っていう感じで残しといてくれてますので、よし、じゃあ今回これせっかくなの使ってみよう。今クオンタイズしました。ね、いい感じですね。こんな感じで。まあ、あとはね、ちょっと微調整とかをして。はい。って感じでね、いい感じのね、ヒップホップビートができました。これ必ず保存をね、こまめにするということを忘れないようにしておくことをお勧めします。はい、という感じでですね、今日はね、こんな感じのヒップホップビーツをね、作ってみました。まあすっごい簡単になんですけども、こんな感じでね、エイブルトンライブ10っていうのは、まあこういった感じでね、まあ、特にこのプッシュを使うとね、まあ、プッシュっていうのはエイブルトン専用のコントローラーなんですけども、非常に簡単にね、こうドラムパターンとかを構築することもできます。あとはね、このプッシュっていうすごくてね、あのフィンガードラマーのね、まあ有名な方スペカンさんとかいますけども、そういった方みたいに、まあドラム演奏、こうライブ演奏みたいなね、こういう技をね見せつけるっていうことも、こう楽曲制作だけではなくて、こう技をね見せつけるね、プッシュアーティストいっぱいいますけれども、まああとはネイティブインストゥルメンツのマシーンとかね、まあそういったドラムをこうパワパワパッとかっこよく打ち込むことができるフィンガードラマー、フィンガードラムっていうのもね、することができるマシーンなので、非常にね、もう楽しい音楽機材という風になってます。僕はね、どっちかっていうと、そういうライブパフォーマンスっていうよりは、こういう楽曲をね作る方として僕は使ってますけれどもね、はい、いろんなね使い方もあるので、ぜひぜひね、このエイブルトンプッシュ2はおすすめですね。そろそろ3が出んじゃねえかなっていう噂もあるんだけどね。はい、でこのエイブルトンライブを僕は使ってますっていうことと、あともう一つ言っておきましょう。あのエイブルトンライブ僕がおすすめする理由はですね、今日なんかエイブルトンライブの宣伝動画みたいになっちゃってますけどというわけではなかったんだけど、すごいサポートの方がすごい親切です。もしね、トラブルシューティングとかなって自分で解決できない場合とかも、エイブルトンさんの方にこうメールとかで連絡すると、すぐにねこう電話がかかってきたりして、リモートでね遠隔でこう分かりやすく教えてくれたりもします。とても親切です。なのでね、非常に日本人向けのねダウなのかなっていう風にも思います。はい、サポートもとっても充実してるし、うん、その他ね、機材もおしゃれなんですよね、エイブルトンってね。他の DAW に比べてなんかこうね、アクセサリーとかが結構おしゃれだったりするんで、僕は気に入って使ってます。ということでね、はい、ちょっとエイブルトンのね話題も入ってしまいましたが、今日はこんな感じでビートメイクをしてみました。この後ね、またこれをね、ちょっとある程度ね、ちょっといろいろ合わせたりして、曲にしてね、まあ僕の裏チャンネル、サブチャンネル、ローファイマジックの方とかね、で使ったり、あとは僕が実際歌を入れたりするかもわかんないですけどね。こんな感じでまた動画をちょいちょい作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はね、2つカメラがあんでね、両方こう、こっちみたい、こっちみたいしちゃってますけども、まあ、いい感じでやっていきたいと思います。それではね、またね、ピースよ。